わっさっやってまいりです。はい、ということで今日はですね、東アジア8月のマンスリー決勝戦の振り返りやっていきたいと思います。前回の7月の時はもう全部流したりしてたんですけども、今回から1動画1モードだけやっていこうかなと思います。試合を丸々流して、その後、一個一個解説していくっていう感じの動画になっていくんでね、ぜひとも最後まで見ていってください。じゃあやっていきましょう。まずリジェクト VS クレイジーラクーンですね。もう今回ね、初めて最初にクレイジーラクーンとリジェクトが当たりました。いつも決勝戦なんですけども、マジで今回初めてね、この2つが当たるっていう感じでした。じゃあまずバンピックから見ていきましょう。ニタ、ローラ、グレイ、そしてクロー、ストゥー、ニタということでね、まあどちらもニタをバンしてるんですけども、シンプルにやっぱここニタ強いですね、クリスタルアーケード。まあこの時バランス調整前だったんで、シェリーとコーデラスとタラがねめちゃくちゃ強い、時期でしたね。はい、その3体に対してやっぱニタっていうのは強いっていうのもあるし、タンクが来てもニタで見れるっていうのもあるんで、まあシンプルに取られたくないお互いにっていう感じですかね。で、ローラの番に関しては、まあこれ個人的に聞いたんですけども、クレイジーラクーンがまあよくね、ローラを使ってくるということでローラ番って感じですね。でグレイに関しては、まあやっぱ先行ピックなんで、一番最後にまあグレイって結構取りやすいかなここはと思ったりとか、あとスクイークに対してもね結構強いので、まあスクイークを最初に取りたかったから、グレイもバンしているのかなと思います。で対するクローですね。クローはね正直ね、僕はまだバンの理由がわかんないんですけども、多分先行で取られたらちょっとだるいなぐらいな感じなのかなと思います。でストゥーですね。ストゥーも同じ理由だと思うんですけども、リジェクトが結構ストゥー使ってくるんですよね。はい、そういうのも、込みでストゥーバンみたいな感じだと思います。そしてニタは、まあ、さっき言った通りです。さあそして、左からスクイーク、ジャネット、コーデリアスっていう感じで取ってって、右側クレジラ君がシェリー、ジーン、さあそしてラストピックがバーリーという感じですね。ちょっとこのピックだけ軽く説明していこうかなと思います。まずスクイークはですね、シンプルにこのクリスタルアーケードめちゃくちゃ強いですね。もう初手で取っていいレベルで、初手で取りたいからまあいろいろね、スクイークに対してのバンを選んでったと思うんですけども、まあ、壁壊されなかったらかなり強いっていうイメージですね。はい、で先行を取って、で後攻でシェリーとジンを取ってきました。シェリーはやっぱね、この時ほんと最強だったんで、もうなんか初手で取っても、いつ取ってもむしろ取らなかったら取られるラッキーぐらいな感じだったと思うんでね、やっぱ取ってくみたいな感じで、このスクイークとシェリー、まあどっち取ってくるかって感じだったと思います、先行で。で次にジンですね。まあ、ジンはシンプルにここ強いプラススクイークがいるので、壁をねやっぱ壊せるキャラクターっていうのがまあ欲しいなっていうことで、やっぱ吸えるからね、ジーンのウルト溜まったらスクイーク。シェリーはウルト溜まるまでがちょっと対面してたらきつかったりするんですけど、ジーンだったらまあミッドとかね、サイド介入してればウルト勝手に溜まるんでね、そこでスクイーク吸って壁を壊してあげるっていうね、考えもあったんじゃないかなと思います。でそしてジャネット、コーディラスですね。ジャネットはシンプルにここガジェットがめちゃくちゃ刺さりますね。プラスジーンに対してすごい強いですね。はい、まあ理由的には、まあ、ジーンの、強いところはやっぱウルトじゃないですか。そのウルトを、まあ、まずガジェットで防ぐことができる、プラス飛ぶことができるので、まあ、いい感じに逃げれるっていうのがやっぱジャネット、ジーンに対しての強いところだと思います。さあそしてコーデリアスはもう最近結構リジェクト取ってた、イメージがあるんですけど、やっぱ使い慣れてるプラスめちゃくちゃ強いからね、この時はっていう理由でコーデリアスを取ったのかと思います。そしてバーリー、これはね、まあ、高校ラストピックっていうのもあるんですけども、シンプルにここ強い。はい。っていう理由だと思います。じゃあ、試合見ていきましょう。さあ、見ていきましょう。まず、今回の動画の注目は、このアチャピさんのスクイークですね。スクイークをちょっと中心的に見ていきたいと思います。まず、ガジェットを使って、シェリーを入れさせないようにします。でそこを見た、真ん中のジャネットが右側をね、いい感じに介入しているっていう状況ですね。ただ取られちゃったんで、ここはでも取られてもスクイークね、一人で見れるって感じですね。さあ、いい感じにほとんど当てて、もうここからは上がれない。そしてジャネットの介入。で、ウルトを使って一気に上がっていく。この連打よ。一気にもうエイムが良すぎる。さあ、そしてコーデレスもしっかりといい感じに当てていきますと。でここ狭いからね、やっぱジャネット強いんですよね、この範囲的に。
ウルト人が持っててもね、合わせられたらね、本当にきついと思うんで、ウルト1個無駄にしちゃうんで、まあ、そういうのもあって、相手の人、CR の、まあ、これ、モヤ選手ですね。モヤ選手の人はずっと圧掛けとして持っとくみたいな。ジャネットに対してするのはちょっともったいないみたいな。多分そういうイメージなのかなとは思います。さあ、シェリーが詰めてきたところをスクイーク、ジャネットもちょっと見つつ、介入している状況ですね。さあ、ジーン、このウルトをどこに使うか今ちょっと悩んでる状況ですね。さあ、でも左はバーリーがもうめちゃくちゃ押してる。ウルトがないコーディレスに対してはもう先草取っちゃえばバーリーはね、全然上がれちゃうんでね。さあ、右はね、シェリーで、ウルトで壁を壊してスクイックは結構ね、身動き取れずって感じですね。さあ、ここコーデレスウルトを使ったんですけども、シェリーの方が強いと、まあ、そもそもコーデレスの HP は低い時に使ってしまうと、まあ、やられやすいっていうのもありますからね。さあ、そしてさっきジーンがね、しっかりとスクイックを吸ってきました。ああいうところで使っていくと。で、吸ったんで右がね、バーリーがいい感じに上がることができて、もうずっとねスクイックを見ることができる。で、右が上がれてないんで、真ん中のジーンが、まあ、シェリータイムのコーディレスをずっと介入することができるんですよね。なんで、コーディレスはガジェットもないんで、なすすべなく、もうただただやられてしまうっていう状況でした。さあ、11個、持った CR が、まず1つ目を取っていきました。さあ、次の試合見ていきましょう。さあ、見てる感じだとね、シェリーの方にジャネットは介入しに行ってる感じがしますね。結構いい感じに当たってます。で、これは、右はギリギリスクイックは勝っていくと。さあ、ここでウルトがあるんで、いつでもかかってこいよっていう感じですね。さあ、このガジェットが強い。このガジェットで一発防ぐことができて、前線をジャネットが張ることができる。さあ、そしてここもガジェットを使ってジーンの裏を剥がしていき、壁裏から剥がしていきながら倒していくという感じですね。さあ、スクイークめちゃくちゃ当てている。そしてこの真ん中のガジェットがめちゃくちゃ実は強くて、あそこからやっぱ上がってきたりとかするんで、あそこに置かれてしまうと結構きつい。で、そしてスクイークのポイントなんですけども、これアチャピさんがやっぱ言っていたのが、ガジェットはでも本体に当ててくれと。本体に当ててガジェットを使った方がより長い時間ね、スローが入るんでね、それがスクイークの強いところらしいです。さあ、ジーンがウルト持っている状況なんですけども、ここはしっかりと面見分かっている、避けていく。さあ、ここ詰めていくんですけども、このガジェットが強すぎるジーンに対して、ワンチャン吸おうかなとか思ってたと思うんですけども、あれガジェット壁にされてプラスダメージも受けてるっていうね。やっぱジャネットめちゃくちゃ強いっすね。さあ、そしてウルトあるが、ジャネットのウルトがあるんで、しっかり飛んでって、GG っていう感じですね。さあ、しっかりと返していきました。さあ、ということで、次の試合。これ勝った方が、1モード目、1回戦目、1試合目取るという感じですね。さあ、やはり右のシェリーがいる方に、まずジャネットが介入してって、で、スクイークが上がれたんで、左の方に流れてっていますね。さあ、これあと一発で。おっと、シェリー、絆創膏ですね。絆創膏を使って倒し、回復しながら上がっていったんで、やりきれなかったんですけども、しっかりと挟むことができました。最近ね、シェリーがね、絆創膏やっぱずっと強いらしいんでね、皆さんぜひとも参考にしてください。そしてこの裏のガジェットがめちゃくちゃ強い。右めっちゃ押してるのに、壁裏張って、ジーンで圧をかけたかったんですけども、その壁裏に入れなく、スピークでしてますね。さあ、ウルトを使って強すぎる。さあ、もうエメラルドは8個ということでね。さあ、ここで真ん中打って、ジーンのウルトだけ注意したいところなんですけども、ここはスクイークに使ってしまいました。スクイークに使ってしまったんで、すぐにガジェットを使って回復をさせないプラス倒していくと。いや、あそこね、まあ多分ジャネットにやっぱジーンが強すぎるっていうのがありますよね。ピックがこれは上手かったかもしれない、リジェクト。さあ、ガジェットもいて、シェリーは回復できない。そして飛んで GG ということで、1セット目取っていきました。じゃあちょっと細かい解説見ていきましょう。さあ、じゃあちょっと細かく解説していきたいと思います。ちょっとね、止めて、ポイントポイントで止めながら解説していこうかなと思います。はい。じゃあ、まずここですね。今、コーディレスがもうめっちゃ止まらず走っていくんですけども、ジーン
転入が来ない場所ですね。来ない場所を通っていったんですよ。外側ね。はい。ちょっともう一回見ていくんですけど、ここですね。ここ。ジーンの介入が来ない外側をまず通っていって、一直線にバーリーに突っ込むと。で、突っ込んでいったんですけども、バーリーがもう結局最初から下がっていったんで、ここはジーンがここにいるので、まずガジェットをつける。で、つけて下がっていくんですけど、これつけたことによって、ジャネットが結局ね、上がることができる。で、上がったら、シェリーに対して圧をかけれるんで、両サイド有利が取れるっていう状況を、まあ、コーディレスがまず作り出しました。で、そしてスクイークはね、めちゃくちゃ落ち着いて倒していってるっていう感じですね。こう、右シェリー取ってるんですけど、結局ちょっとダメージが受けていたので、一気に突っ込めなかったですね。で、ジャネットの介入もあり、しっかりと倒していく。そしてスクイークのこの裏に対してのウルト。ここを倒し切ったのがマジででかいですね、正直。で、ここですね、今のところなんですけども、アチャピのスクイークで直接当てることによって、より深くね、ガジェットが行き渡るということで、シェリーをめちゃくちゃにスロー、めちゃくちゃスローにしてます。でこうなるとね、上がれないんですよね。こっちから上がるっていうのも結構きついんでね。ここを上がれないことによってアチャペが左側をね、打てるっていうのがマジでかいですね。で、次の止めポイントなんですけども、ここですね。コーデルスウルト持ってて、ここバーリンつけるんですけど、こうつけたところで、このね、壁があるんで意味がない。ボコボコにやられてしまうと。はい。で、ここでガジェットを使って一気に前線を上げれるっていう感じですね。ここまでの流れ、天才さんがちゃんとね、まあ、取ったってよりかは、ちょっとコーディレスが、まあ、ちょっとミスしちゃったのかなって思いますね。まあ、使いたくなる気持ちは誰しもあると思うんでね。まあ、俺がなんでこんな上から言ってんだって話なんですけどね。まあ、一応本人が言ってたんで、伝えてます。こうなることなんて、バーリーが左通れてるんですよね。だからさっきのが結構ポイントでしたね。ね、ジーンウルトあるんですけど、もうね、脅しでしか使えないんですよね。ジャネットが、ガジェットもウルトもある状況なので。もうジャネットがね、ジーンに対して強すぎる。さあ、そして次のポイント、ここです。やっとシリーがウルト溜まって壁を壊してスクイークを倒していく。こっから一気にね、形勢が逆転します。さあ、こんなことやってるんですけど、結局飛ばされてしまうっていう感じですね、ジャネットが。で、この降りてくるところに向かってコーデルスが、まあ、ちょっと助けに入ったんですよね。ウルトを使ったんですけども、結局、助けに入った時にコーデルス、あんま体力なかったんでね、すぐにやられてしまうっていう感じですね。あそこも結構やっぱウルトの使い道がね、コーデルス本当に難しい。で、ここを右吸われてしまうと。で、ガジェットもないし、ウルトもないんで、今ね、結構ジーンきついんですね。ジャネットからしたら。なんで、そう。こうやってもう距離感保って、やばい時までにウルトをもう取っとくって感じですね。はいはいはい。まあ、ここまで来ると、もうウルトもガジェットもないジャネットは、強気に出れないんで、もう他二人に任せるしかないっていう状況でやられてしまうっていう感じですね。はい、じゃあ次の試合見ていきましょう。さあ、2試合目細かく解説していきます。まあ先ほどのリジェクトが負けてしまった範囲は、まあ最初すごい良かったんですけど、コーディレスのウルトが、ちょっとね、2回ぐらい不発になっちゃったのと、まあそうですね、それです。それです。さあ、ということでね、ここですね。ここ、左ですね。まずポイントは。シェリーの方に毎回ジャネット行ってますね。やっぱシェリーに入られる方がきついということでね。しっかりと倒していくんですけども。こうやって倒していくと。で、ジーンも一緒に入っちゃったんで、結局ね、挟まれてしまう位置にいるっていう感じなんで、かなりきつい。で、右もちゃんとスクイーク勝ってる。スクイークね、本当にうまいっすね。ちょっとポイントあったんだけど、まあそこはシンプルに上手かったって感じですね。さあ、コーデスウルトがあったんで、しっかりとシェリーを倒していくと。でもここまで来るとね、相当きついと思うんですよね。スクイークの方も上がれないんで。で、今のちゃんと今、バーリーがね、コーデスやっていったんですけども、コーデスウルトを使わなかった。ここはね、我慢しました。もう、我慢するのが普通だと思うんですけど、今のはやっぱさっきの学びっすね。で、またスクイークが、シェリーに対して直接ガジェットを当てていく。で、これも強いね。よくウルト当てる。マジね。こっからスクイークのエイムが良すぎて無双してます。さあ、ガジェット今、シェリーに直接当てようとしたんだけど、外れたんですけど、結局ここ、この今、バーリーが裏取ってる時、
と、あの前線を上げようとしてる時にここにガジェットがあるとめちゃくちゃきついですよね。こちらのジーンも入っちゃうんで下がるしかないんですよね。ここに入ってしまうともうジャネットの餌になってしまうんでね。さあスクイクのエイムがマジで良すぎる。そしてウルトを使って真横に当てていって倒していくと。そしてウルトがなくなったジーンに対してのこのスクイクとジャネットの一気に押し上げで、このジャネットガジェットがあるんでジーンを吸えないプラス、100ずつ食らってるんで死んでしまうっていう感じですね。これはやっぱあのコーデレスの修正プラススクイクがもう一人でめちゃくちゃ強かった。ずっと勝ってる右やっていくという感じですね。はい、じゃあ次の試合見ていきましょう。さあ見ていきましょう。結局シェリーが一番強いんで、シェリーに対して、まあ圧をかけているっていうところがリジェクトの立ち回り的にはありますよね。さあここ当ててって、体力回復してるんですけど、ここはしっかりとやっていけると。でこのスクイークが体力回復したいときにコーディレスと、ジャネットがしっかり上げてくれてるんで、すぐに復帰ができるっていう感じですね。でここのねガジェットもマジで強い。今ジーンが上がってこようとしたとこにちょうどね、まあ多分タイミング的にシェリーに当てようとしたんですけど、いい感じにここに入っていたんで、ジーンはもうマジ何もできないという感じですね。もうスクイークのエイムがやっぱ良くないとここの位置って結構難しいんですよね。さあガジェットでシェリーにつけて、またここで、深くやっていくと。これがねスクイークの技です。さあ壁裏に対してもウルトをしっかりと当てていく。もう一つでいいからちゃんと当てていってますよね。でシェリーウルトを使って壁を壊すんですけども、まあ、ちょっとやっぱ予想してたんですね。これは一番最初にシェリーのウルトで、壊されて倒されてしまったんで、そこをねちゃんと考えて下がりながらやっていってます。で、ウルトを使って通常攻撃つけて倒していくみたいな感じですね。まあ結論から言うと、全部の試合を考えると、まあやっぱリジェクトの修正能力、編成的にやっぱ有利だったんかなって思いました。まあスクイークは結局ずっと右が取っていったのが本当に強かったのかなって思います。はい、ということで、じゃあ次ですね、また次の動画でリジェクトと、クレジーラクーンの試合の続きを見ていきたいと思います。はい、じゃあ今日はこんな感じで終わりましょう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。終わります。皆さん、それで、また、バイ。